こんにちは。副業サポーター、堀秀夫です。初心者向きの副業。まあ、どういう副業が初心者に向いているか。まあ、初心者が稼ぐために大切な3つのこと。1つ、簡単に始められる。2つ、すぐに結果が出る。3つ、続けていれば、上りエスカレーターに乗っているように稼ぎが増える。この条件を3つともクリアする副業が、オーストラリアアアマゾン室です。 まず一つ目の簡単に始められる。もう始めようと思えばすぐ開始可能です。特別な資格,資格もいりません、ね。英語を勉強する必要もない。そして、まあ、何かショップを開くのにね、何百万とかそういう大金を用意する必要もない。まあ、簡単に始められます。そして二つ目、すぐに結果が出る。ね、もう一ヶ月もあれば商品販売開始できます。でね、売れるのはもう本当にすぐ。 納品してすぐその日に売れるとか、そういう感じでね、え、アフィリエイトとかアドセンスみたく、まずは半年黙って頑張りましょうとか、まあ一年後に結果が出ますとか、まあそういうね、えー、なかなかモチベーションを維持するのが難しいような長い時間はかかりません。一ヶ月で、まあすぐ結果は出ます。そして三つ目、続けていれば上りエスカレーターに乗っているように稼ぎが増える。 これあの、初めてね、えー、どん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 ライバルが増え続けて、えー、シリーすぼみになって稼ぎにくくなるというんではなくて、まあ、オーストラリアアマゾン、どんどん成長していきますんでね、もう続けてさえいれば、上りエスカレーターに乗ってるように稼ぎが増える。まあ、エスカレーターですからね、もう立ってるだけで、やめさえしなければ稼ぎが増えると。ですから、やり方を覚えれば大した努力もなく、えー、儲けが増えるという感じなんでね、まあ、何から手をつけたらいいんだか分かんない。 で、初めてすぐ結果が出ないと、まあ、なかなかモチベーション下がってくじけてしまうことが多い、まあ、そういう初心者の方向きの副業はオーストラリアアマゾン室ですちょっと面白そうだなと思った方はねこの上の方にこの無料アマゾン室メールセミナーがありますんでこちらにメイドアドレスとお名前を記入して登録するボタンを押してください今この動画を YouTube で見てる方は、まあ、この ね、ここに入力できませんので動画の説明欄に URL がありますそちらをクリックしてメールアドレスお名前を記入して登録するボタンを押して無料アマゾン室メールセミナーを受講してください初心者が一番稼ぎやすい副業はオーストラリアアマゾン室です無料メールセミナーの登録を待ちしています以上副業サポーター堀秀夫でした